この特別展なんですけど、まあ、ドジャーズっていう球団は非常に歴史が古く、そして歴史が古いんですが、いつも新しいことに挑戦してまして、まあ、ジャッキー・ロビソンさんご存知なければ初の黒人の選手、そしてフェルナンド・バレンツェラさん初のメキシコ人のプレーヤー、野茂さんは、まあ、初のドジャースの日本人ピッチャー、そしてパクさんは初の韓国人、もう初のことが大変大事にされた球団でもありますので、今日本ですごくMLB 大リーグをご覧になる方は増えてと思いますけど、まあ、当時はそんなに国際豊かではなく、今はもう国際豊かになってますけど、これはやはりドジャースが、そのようにされたと私は思ってます。